キンプリ流瀬角、二年の熱い思い、落田淳一塾、入塾病読み、平野市陽騎士ユの思いもついで、アクション作品への激熱意欲。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。KNG&OPS の流瀬恋24が6月14日放送のラジオ番組。 QNG&PS 流瀬角のレイディー・オー・ゴーデン文化放送に出演。元 V6 の内田淳一42が気になる若手俳優として自身の名前を挙げていたと知り感激する場面があった。この日の放送ではリスナーからの次のメッセージを紹介。 情報番組を見ていると、千田純一さんが今気になる若手俳優という質問の中でレン君の名前を挙げていました。岡田さんからレン君の名前を聞いたのはこれが二度目で、以前、弱虫ペダルの公開時期にキー・エヌ・ジー・アンドスの長瀬レン君はちゃんと絡んだことないけど、すごく頑張る子だよ、と人から聞いたことがあって注目してみようかなとある雑誌で話していました。 いつかお二人が共演する姿が見られたらすごく嬉しいです。岡田さんとご一緒するならどんな作品で共演したいですか近く最後に岡田くんに手錠かけたい。これに流せは、マジ上げてくださってたの嬉しいね。頑張ろうと思うよね。お礼しよう、ぜひ、と大感激。 そして、それこそ今の現場で松尾さんっていう方がいらっしゃって、岡田さんと SP っていう映画で共演されてたんですけど、と放送中のドラマ、ラストマン、全盲の捜査官 TBSK で共演している松尾里氏47が映画 SP に岡田と出演していたと振り返った。 岡田と共演するにあたって、岡田さん通ってアクション学ばないと逆にもったいない気がするから、市販レベルって言うじゃないですか。ぜひとも岡田さんにはアクションを、背中を見て学びたいなっていう風に思いますね、と思うよトロ。さらに、だから、ちょっと一緒に戦いたいですね。敵対っていうよりかは、手した。部下で見たいな。それがいいなぁ。 アクションして手錠をかけて、あなたが裏切り者だったんですねって最後に岡田くんに手錠をかけたいです笑い、と具体的な共演プランを語った。近く、岡田師範といつかご一緒できるといいよね、リスナーからは。 岡田くんに名前あげてもらえたの嬉しい。ね、嬉しいよねって噛み締めながらゆれんくん胸熱だなアクション映画でいつか共演してほしいなぜひ岡田師範と共演してほしいけどおられないように気をつけて今週もご機嫌可愛かった。岡田師範といつかご一緒できるといいよね。夢、広がる。心に染み渡るラジオでした。ごめん、岡田くんからアクション学ばなくていいよ。ムキムキになったら困る。 めちゃくちゃストイックそうだもん。そのままのレン君が魅力的だよ。と、岡田との共演を熱望する声、長瀬がマッチョになってしまったら困るという声が寄せられた。長瀬さんは2年前にも岡田さんへの尊敬の念をつゆわにしていました女性編集者。資格長瀬門もいよいよ、沖田育成塾に入塾か2021年8月の スッキリ日本テレビ系に出演した長瀬は、アクションが多めのドラマとか映画に出させもらって、活躍したい。先輩で言うと、岡田くんとかすごいじゃないですか。そろそろ僕も経験させていただく機会が与えられればな、と思っております。と話していた。岡田は、G、ジークンドーやブラジリアン柔術のほか、フィリピンの武術。 カリ、仮エスクリマ、や USA シュートのインストラクター資格を持ち、主演映画、萌えよけん、では盾の指導構築も担当するなど、ジャニーズきっての肉体派、日本を代表するアクション俳優として知られる。岡田さんは映画監督や舞台演出家を慈悲で呼んで演技指導をしてもらったり、自ら盾アクションを後輩たちに教える落ち台育成塾とも呼べる活動をしているといいます。 長瀬さんのラブコールが岡田さんの耳にも入り、今や相思相愛の関係に、長瀬さんが、沖田育成塾に入塾する日もいよいよ近いのかもしれません。全能。近く、アクション作品への意欲は平野騎に感化されたタップ。金プリの肉体派といえば、5月22日にグループを脱退した平野史を、26時岸優太27。 が、その筆頭だった。平野は、歯磨きをしているだけで筋肉がつく、と、豪語するほどの筋肉質であり、岸も、ザ、鉄腕、ダッシュ、日本テレビ系、の肉体作業を行わすほか、雑誌、テ山、マガジンハウス、デブ厚い胸板や、見事に割れた腹筋を披露していた。神宮寺勇太さん20。 5を含む3人が脱退しましたが、キンプリ5人の関係は良好だとも言われています。これまでキンプリの筋肉担当といえば、平野さんと岸さんでしたが、彼らを近くで見ていて、長瀬さんにも感化された部分もあるのではないでしょうか。4月4日発売の、女性自身、公文社のインタビューでもアクション系の作品に出演してみたいです。これまで、 ちゃんと体を鍛える機会はなかったんですけど、仕事のためなら筋トレも頑張れるかなってと語っていたほどですからね。落田育成塾に入塾し待望しているアクション作品に出演するというのは十分に考えられますし、岡田さんが自身の主演作で長瀬さんを指名するという展開もあるかもしれませんよね。 そしてその時は、平野さんや岸さんの分まで全力で臨むのではないでしょうか。前での女性編集者、長瀬と岡田がバディを組み、キレキレのアクションを披露する日は近い近く、画像、最高で最強の二人、長瀬連かける高橋山、激川ファッションサングラス型公開に歓喜の声。 毎回惚れ直してます金プリの広引ツイッターとインスタグラムはこれまで以上に更新頻度が増してより多くのファンが嬉しい悲鳴を上げている。